皆さんこんばんは、歴女な主婦あやです。トランプは勝つべくして勝つ。トランプさんのねマガ集会がね復活するらしいですよ。ぜひね、あれはマガ集会は一般人も入れるんでしょうかね。ぜひぜひね、またね、日本人のねトランピニストたちがね、アメリカ行ってねマガ集会に参加できるのよく知らないねよく知らないです。ちゃんとね調べましょうね。私はね、でね、私のね占いではね、また占ってみたんです。ガラムマサラネサラゲサラで、占ってみたところですね、なんとですね、トランプさんが今フロリダ州に住んでるじゃないですか。フロリダ州パームビーチかなに住んでるんですけれども、で私の占い結果ではですね、なんとですねニュージャージー州にねもうそろそろね引っ越すってね、私のね、枕元にね出てきたんですよ。ということでね、トランプさんねニュージャージー州に引っ越しまーす、ね、選挙がね楽しみですね。次 あのアメリカ選挙がね楽しみですね。ララトランプさんが出るでしょ。あとなんか息子系のね、まあ、ララトランプさんは息子のお嫁さんだもんね。あと娘、イバンカさんは出ないって言ってるけどね、わかんないよね。政治活動はね活発にしてるんでね。あとね、ララトランプ、ララじゃなくて、イバンカトランプさんのねまた他に、もっと下に娘がいるんですけどね、その娘もね今日名前忘れちゃったな、なんか共和党になんか香水みたいな名前の人なんだよね確か香水みたいな名前だったようなするんですけれども、もう共和党員らしいですよ。もう一人の、30歳ぐらいの娘も共和党員らしいので、ね、次の選挙に、ね、活躍してほしいものです。ということでした。ありがとうございました。